こんにちは、プティー。はい、まえなんです。今日はですね、ユニクロの購入品を紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。この間ね、お出かけする予定があったんですけど、その時に靴擦れをしてしまって、もう近くに靴屋さんないかなって思って見てたら、ユニクロがあったので、ユニクロに行ってなんかいい靴ないかなって見てたら、すごくね、可愛いアイテムがたくさんあって、めっちゃ一目惚れした靴にも出会えたので、今日はそれをね、紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのが、その私のことを救ってくれた靴ですね。私のマネージャーさんも勧めて、すぐ買いに行くって言ってくれたぐらいお気に入りの靴になってます。コンフィールタッチサイドゴアショートブーツになってます。こちらなんとお値段3990円でした。やばくない？すっごい高見えじゃないですか。もう完璧、何にも言うことないです。歩いてても全く疲れないし、今日助けてくれたらいいやって気持ちだったんですけど、一生履ける靴ボロボロになるまで履けるって思ったぐらい。サイズ感は一番ちっちゃい 22.5?とかを履くんですけど、これ確か23かな。なんか履いたらもう結構ジャストだったんですよ。 22.5 だと厚手の靴下とかこれからの季節履くかなと思って、1個大きい 23cm にしました。ちなみに 22.5 から 26cm まであるみたいなので、よかったらチェックしてみてください。超可愛いよね。はい、続いて紹介するのが、じゃーん、今着てるこちらのニットもユニクロでゲットしました。今年結構ね、ブルーのアイテムが気になってたりするので、これを見た時に超好きと思って買いました。エクストラファインメリノリブタートルネックセーターになってます。これも XS から 3XL まであるので、よかったら見てみてください。私は S サイズにしたんですけど、結構ジャストでぴったりって感じでした。続いて紹介するのが、じゃーん、こちらの靴下になります。3足ついて990円っていう、安すぎない？なんか家帰ってこれのなんかレビューを見てたら、洗濯しても全然毛玉にならないみたいな、これを探し求めていたみたいなレビューとかを見たので、一回洗濯して乾燥機とかもかけたんですけど、全然無事で、季節とかも長めに使えるのかなって思って、暑すぎず薄すぎずみたいな生地になってます。ジャージっぽいっていうのかな、光沢感が少しだけあって、なんかおしゃれ。これ普通にもう一足買おうかなと思ってます。はい、続いて紹介するのがこちらになってます。じゃーん、ワイヤレスブラリラックスシームレスっていうやつなんですけど、ブラックとブラウンとホワイトの3色なんですけど、私ブラックもブラウンも持ってて、このホワイトだけね、全然サイズが入荷してなくて、ずっと探してたんですけど、その時にプラッと行ったユニクロにこのサイズの、私のサイズのやつが売ってたので、買うしかと思って買いました。ちなみに今もね、実はブラウンの方をつけてるんですけど、もうとにかく楽だし、リブ編みになってるんですけど、パッドも入ってて超楽ちん。じゃん、ショーツもあるんですけど、上下で全色持ってます。特にね、ブラウンが一番なんかファッションに馴染む気がするので、割と3色の中で何が一番使うかなって言ったらブラウンかなと思ってます。これもね、洗濯結構してるんですけど、伸びにくいのでおすすめです。はい、そして最後ですね、最後に紹介するのがコーデュロイパンツになってます。サイズは S サイズを購入しました。結構ね、ワイドパンツになってるので、なんか M サイズでもいいかなとか思ったんですけど、ボーイッシュな感じになりすぎちゃうかなと思って S サイズを買ってみました。なんか私今寒色系の気分なのかな、ブラウンとかベージュ結構持ってるからっていうのもあるんですけど、お店で見た時に可愛いと思って、一番最初にこれを手に取ったんじゃないかな。これから最後に着用ムービーは着用ムービー着用動画は最後に載せるので、よかったら最後まで見てください。最後に言うことじゃないね最初に言いましょうね。はい、すいませんということで、多分見た方が一番わかりやすいと思うので、映像を楽しんでください。どうぞ。はい、ということで着替えてみました。こんな感じです。動画だとちょっとね、明るく見えちゃってたんですけど、実際はこれぐらい深めのブルーになってます。そしてコーデュロイパンツですね。サイズもすごいぴったりでした。ウエストも少しだけ大きいけど、全然落ちてこない、気にならない、ベルトとかもしなくて大丈夫な大きさでした。ブーツも履いてるんですけど、可愛すぎる。ちなみに靴下も履いてます。よかったらお揃いにしてみてください。は
い、ということでいかがだったでしょうか。大人になるにつれユニクロが大好きになってて、今割と H&M、ザラ、ユニクロ、GU とかで買い物することがすごく増えて、シンプルなものって着回しがすごく効くんですよね。しかもなんかプチプラなのにすごいクオリティが高いし、高見えもするから、なんかシンプルに着こなしてるの結構かっこいいなって思うので、またね購入品取っていきたいと思うので、そちらも楽しみに待っていてください。それでは、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー、バイバーイ。こちらがエクストラファインメリン、エクストラファインメリノリブ、あ、エクストラファインメリ、メリのリブ、メリのリブタートルネックセーターになってます。